皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報として、今回は静岡県立伊豆伊東高校を紹介していきます。伊豆伊東高校科は2つあります。普通科とビジネスマネジメント科です。まず普通科から。普通科の中には進学を目指す類型と美術系との類型、2つあります。まず進学を目指す類型ですね。進学を目指す類型は1年次では特別進学類型、そして進学類型、この2つだったものが2年次からは特別進学類型と進学類型、そして3つ目のスポーツ健康類型、このように分かれます。スポーツ健康類型というのはスポーツや健康に関する理論と実践を学ぶ類型です。そして美術系の類型、これアート類型、これがあります。アート類型では1週間の授業の中で1年生の時には4次元、2年生で8次元、3年生ではなんと17次元美術に関する科目を学びます。でもう一つの科、ビジネスマネジメント科です。定員は80名ですが、今年の入試の倍率 1.20 倍、人気がありました。このビジネスマネジメント科は地域を支えるビジネス人材、この育成を目指して作られている科です。1年次は共通の学習をしますが、2年次からは3つの類型に分かれます。それは会計類型、情報類型、マーケティング類型、この3つです。今回は静岡県立伊豆伊東高校の紹介をさせていただきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。